どうもでーす。こんばんきーずねー。あー、エモさを極めた中、エモいゲームしますぞー。うおーうおー。一回ゲームを一回来ましたかな、来ましたかな。コンティニュー、前回の続きからです。はい、両面作戦、両面テープ違う。はい、ピーンピーン。あ、かっこいい。ピューン。はい、宣戦布告直後の奇襲攻撃により、はい、オーシア並びに停戦監視各国軍の艦船やその大半が損害を被る。そうですね。特に軌道エレベーターの周辺、ガンター1近くに在泊していた艦船の被害が大きい。なんてこった。大破着艇した艦数隻が現地に取り残されている。わお。幸いにも新鋭空母ケストレル2は洋上を航行中だったため敵の攻撃を免れた。ケストレル2はエルジア王国首都ファバンティへの再攻撃に向け準備に入った。なるほど。さらにもう一隻、空母バルジャーがガンター1からの飛体に成功した。ただし飛行隊を喪失し、搭載機欠となっている。なるほど。本日国際停戦監視軍軌道エレベーター奪還任務を再行する。ほうほうほう。フォートグレイス島基地飛行隊は、はい、空母バルチャーと合流、共同してこの任務に当たる。空母バルチャーかと思いました。バルチャー。共同任務軍は最初の作戦として、はい、チョピンブルグの航空優勢を奪取。チョピン。航続部隊の進路確保のため、うんうん、チョピンブルグ付近は現在敵の航空優勢にあり、声に出して読みたい。多数の敵航空機による抵抗が予想される。チョピンブルグ。さらによく聞け。海戦当初より敵は多数の無人機を戦闘に繰り出してきている。無人機がまた。ここでまた新しい種類の無人機が。なんと。無人航空母機、通称アーセナルバードに搭載されている。アーセナルバード。MQ-101 だ。アーセナルバードはオーシア軍が中心となり開発し、軌道エレベーター支援のため配備した巨大航空機だが、今回の報告はそれまでもがエルジア軍によって運用されている可能性を示唆している。なんと。現実ならば非常に大きな障壁となりかねない。うんうん。一刻も早い軌道エレベーター奪還を目指そう。はい。幸運が君たちの上にあること。ありますと、もちろん。やっていきましょう。これ一回ですね、実はマルチプレイやりまして、このね、下の、これが解禁されまして、そう、これだけ買いました。標準ミサイルの誘導性能と飛翔速度がアップする。マルチでバチポコにされましたけどね。うん。さあ、行きましょうか。さあ、F16 ターン。いやー、今日も見ていきましょうか。わー。かわいい。わー、ブーン。そう、ファイティングファルコンちゃん。ファファ。ファイファルちゃん。準備 OK! 明治隊、機体の準備が整った。あ、そうですね。お金貯まってる何か機体も買ってきたいですな。いいですね。トゥープラウゲットストラテジー。プロンゲ、プロンジル。トゥープロンジド、プロングド、プロンジード、ストラテジーしか分かんなかった。よし。明治隊、状況を知らせる。はい。ゴーレム隊とタキシの2小隊は合流済み。はい。すでに交戦中だ。はい。君たちは戦闘の真っ只中に到着する。はい。はい。明治隊、この空域にいるバンディットを全て排除せよ。はい、バンディット。現状、我が方が優位だが油断はできない。はい。幸運を祈る。ラジャー。明治ワン、ウィルコ。はい、ウィルコ。明治ワンよりゴーレムワン、はい、ただいま到着した。はい。明治ワン、それから明治ツー、このまま押し切る。はい。さてトリガー、俺たちの腕を他の隊の奴らに見せてやろうぜ。了解です。ぜひ一度食らいついたら逃がすなよ。はい。雲の中に逃げようが追い詰めろ。わかりました。狩りの始まりだ。狩りの始まりだ。よっしゃー。よし、オッケー。デストロイ。猫、猫、猫じゃないです。いや、猫、猫。シャフトフレアを射出しろ。 9G で旋回してても指先が動かずだ。よし、行きましょう、行きましょう。ツン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 。
この、あーかっこいいな、やっぱ、この、うわ、揺れる揺れる、あ、コントローラーブルブルきますよ。いいですね、いいですね。これ VR であるとほんと怖いですよ。おー、でも楽しいですよね、VR も。あの時点では、ひよっこの手元から離すべき。
ッションコンプリート。はい、コメントありがとうございます。うわもうほんとこのコウノトリさん、あ戻っていく、子供たちが戻っていく、収納ちょっとかわいいやんけ、かわいいやんけ、ママママかわいいわー笑顔やんけ、めっちゃわあ残念だが今回の両面作戦は失敗に終わった。ふぬぬ、クアバンティを攻撃した空母ケストレル2が被弾沈没した。あまたしても艦載機がエルジアの市街地を誤爆したことが、ケストレル2、中立国の世論が我々を非難している。あ我が部隊においても被害は大きかった。本当ですよ、しんがりを務めた者たちの活躍がなければ戻れなかった機体はもっと多かったの。確かに状況は芳しくない。だがここで足踏みしている時間はない。はい、我々は軌道エレベーターに向かわなければならない。わかりました、ケストレル2